はい、吉祥寺の花屋、花心のさやさです。第1回ハーバリウム王が決定いたしました。どうでしたか、河合さん。今回なかなか主に2人が接戦でしたね、はい、そうですね、2人が接戦でした。まず、ちょっと作家さんの作品をちょっと紹介していきます。まずエントリーナンバー1番、三枝、僕の作品ですね。そしてエントリーナンバー2番、あやはの作品です。こう水晶が入ってます。エントリーナンバー3番、河合の作品です。はい、でエントリーナンバー4番、こちらが佐藤さん、佐藤先生の作品になります。はい、では改めてちょっとルールの方を説明していきたいと思います。まずインスタグラムのいいね数と動画のコメントで10ポイント、そして実際にお店に来て、投票していただいたら20ポイント、そしてご購入いただいたら50ポイントいただいております。皆さん投票とご購入ありがとうございました。はい、投票の方はねこんな感じでやりながらやっていたんですが、はい、河合さん見えてます？これそんくらいです。はい、OK です。はい、こういう感じなんですけれども、ちょっとねこっちでもカンペ見ながらいっていきます。まずインスタのいいね数、さやぐさ、18票いただきました。そしてあやは37いいね、かわいい14いいね、佐藤さん39いいねいただきました。皆さんいいねありがとうございます。はい、次は投票なんですけれども、さえぐさが8票、あやはさん、14票、かわいさん16票、佐藤さん17票いただきました。皆さん投票ありがとうございます。そして販売の方なんですけれども、さえぐさ3個、あやはさん、2個、かわいさん2個、佐藤さん3個ご購入いただきました。皆さんありがとうございます。はい、改めて河合さんどうでした？なかなかやっぱりね2人が競ってるなっていうイメージがあるんですけれども、そうですね、はい、では、合計のまずね順位と、合計のポイント発表していきます。第4位はじゃが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 じゃんじゃん、はい、河合さん、560ポイントおめでとうございます。はい、第3位、私さえぐさ、490ポイントありがとうございます。あれ、河合さんの方が多くね。逆俺ビリだ。逆、はい、まあもう王がね大事だから、はい、じゃあ、はい、どんどんいきます。はい、第2位があやはさん750ポイント、おめでとうございます。栄えあるハーバリウム王第1位はじゃか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 じゃんじゃん、はい、佐藤さん、何票、980ポイントになります。皆さんありがとうございました。はい、佐藤さん来週来ますので、その時に動画を撮りたいと思います。症状とか、あと何、ハーバリウムオイル2リットル、はい、ハーバリウムオイル2リットルを、想定したいと思います。はい、第3回第4回、第4回第2回第3回のハーバリウム決定戦も、やっていきますので、皆さん、ハーバリウム作家募集していますので、ぜひ、コメント欄や、何ホームページのホームページお問い合わせから、はい、お問い合わせフォームから、よろしくお願いいたします。今日の動画は、以上になります。この動画が面白いと思いましたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。なんかでもさやぐささん、はい、なんか3個しかエントリーしてないのに、はい、3個売ってて、はい、今手元にあるじゃないですか。どういうことなんですか？いや、なんかねこのやつを見て、はい、あ、こういう感じのが欲しいんですけど、これがピンクだったらみたいな話をいただいたので、うん、ピンク、うん、2つ作りました。あ、それを2個加算したような。はい、そうです。不正じゃないですか、はい。いや、でもさ、それでも俺ビリなんだ。確かに確かに不正じゃなかったです、それは。で、やっぱりね、僕と河合さん何個くらい置いてたっけ？さやぐささん3個、僕4個くらい、4個ですかね、多分。そうだよね、あと1個しかないからね、うん、やっぱりこれ投票とかも数置いてた方がいいよね、うん、有利ですね。佐藤さんね、やっぱりバリエーションあるから、投票もやっぱり
しやすかったっていうのはあるかもしれないですね。なんか途中僕と三枝さんのも一個二個しかないからっていうような状態でしたね。そうですね、まあ、なので、ハーバリウム作家さん、10個まで置いていいっていうルールに、したいと思いますので、10個作れる方、6月1日までに持ってきていただければ、参加できますので、その前に、ね、動画あげるか動画あげましょうか募集動画を、はい、そうだね募集動画、また改めてあげますので、その時にぜひチェックしてみてください。本日の動画は以上になります。Thank you.